さあ今年もこの季節がやってまいりました。はい、ということで皆さんこんにちは、総合シュウです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。病み上がりです。きつかったー。ちょっとね、久々にちょっと体調壊しちゃいまして、昨日ね土曜日とかは僕ちょっとフリマをね、あの横浜のビブレの横でやる予定だったんで、それもちょっと急遽キャンセルするぐらいですね、まあ、ちょっと体調崩しちゃいまして、久々にちょっとね夜間の救急外来とか行っちゃってそう、なんかね動悸と息切れがやばくて、これちょっと本当に大きい病気かなと思ったら、結果ね胃腸炎でしたね。でもまあ熱も37度5分ぐらいだったんで、まあ、そこまできついかっていうと、まあ、きつかったんですけど、なんかそのね、胃腸炎になる前のそのね、動悸と息切れ、なんかもう診察してちょっと倒れちゃうんじゃないかなってぐらいね、なんかね、耳も遠くなっちゃったりして、あれちょっとこれいよいよガタ来たかなと思ったんですけれども、まあ、それはちょっと過労みたいですね。はい。まあ、今年ね、いろいろありましたし、特にね、忙しい、9月からの、スケジュールをこなしてた代償ということで、まあ、無事、生還しましたので、また動画投稿再開していきたいなというふうに思うんですけれども、本日の、動画なんでございますが、もうこのね11月末といったらこれでしょうというですね、ブラックフライデーに関するですねセール情報ということでですねお届けしていきたいんですが、今日はですねナイキでございます。ナイキのですねオンラインストア、まあ、ナイキ .com と呼ばれているものですね、スニーカーズはちょっとまた違うんですけれども、このナイキ .com の方で11月の20日明日月曜日のですね朝9時からですねメガセールをやりますよということで、まあ、かなり話題になってるんですけども、なんと最大 50% オフの商品もあると、半額買いというところがですね、まあ、非常に注目されているところなんでございますけれども、で今回のセール 20% オフ、 30% オフ、 40% オフ、 50% オフと4段階のですねカテゴリーに分けられておりまして、そのカテゴリー別のですねおすすめスニーカーをですね朝岡が選んでみましたので、まあ、ちょっと参考にしていただければなと。まあ、一番いいのはですねもう本当自分で見てです、あこれいいなって思うのが一番いいんですけど、その中でも僕これはおすすめだなと思えるですねスニーカーをピックアップさせていただきましたし、本当ねパーセントごと 50% オフ、 40% オフ、 30% オフ、 20% オフごとにですね結構スニーカーのばらつきとか、特にこのパーセント台がおすすめスニーカー多いなとかも結構あったんで、まあ、そこら辺ちょっと明日から始まるブラックフライデーナイキのですねオンラインセールの参考にしていただければなというふうに思いますんで、ぜひ最後まで見てってください。それでは早速いってみましょう。さあ、ということで、今回のですね、ナイキ .com でのオンラインセール、期間はですね、11月の20日の朝9時からですね、11月の27日の夜23時59分までと、まあ、大体1週間ちょいぐらいの、形でですね、期間が設けられております。8日間ですね。で、本来ね、11月の24日がブラックフライデーということでですね、まあ、各社一斉にですね、セールを始めていくわけなんでございますけれども、もともとね、このブラックフライデーというですね、語源、なぜこの黒い金曜日なのかという話なんですけれども、この11月末の最終金曜日、第4金曜日だったかなに、こうセールにすることによってその1年を黒字化するみたいな、そういう意味でのブラックフライデーってのが語源らしいですね。その黒字のブラック、これがですね、語源になって、もう11月末のこの金曜日にドカンとセールをやって、その1年の赤字を吹き飛ばして、黒字化するというですね名目の、まあ、一大セールデーとなってるんですけれども、最近はもうほんとね、その前倒しでも11月頭ぐらいブラックフライデーとか言ってやってるところは多いんですけれども、まあ、本来はそういう意味で始まったセールでございますね。まあ、そんな、イベント目白押しのブラックフライデー、僕アマゾンのブラックフライデーとかめちゃくちゃ楽しみなんで、アマゾンのブラックフライデーで購入したアイテム紹介とかもね、もちろんしたいんですけれども、まずは先駆けてナイキのセールということで、まずはですね、割引率の多い順からですね、ご紹介していきたいと思います。まず 50% オフのですね、スニーカーを紹介していきたいと思うんですが、で、今回選ぶにあたってですね、結構話題となってるのはトラビスのね、トレーナーがセールになってるとか、 UNC の AJ5 がセールになってるとかあるんですが、あれほとんどサイズかけてちっちゃいサイズとかしかないんですよ。なのでもうリアルに僕が履けるようなサイズ28とか27が残っている中で選ぶようにしてます。なのですげえレアでもサイズがなかったら選んでないですし、まあ、そういったですね白物探したい方はぜひご自身で見ていただきつつですね、まあ大体こうユニオンのね AJ2 があったりとか、そういうねPR の記事とかもね、SNS では出ておりますけれども、まあ大体24
とかもほんとちっちゃいサイズしかないので、あんまり現実的なねアイテムではないのかなというふうに思ってます。僕は結構、サイズを調べた中で あってかなりいいよねっていうものをご紹介していきたいと思います。それではまず 50% オフの1足目はこちらのナイキのエアマックス95でございますね。こちらメンズシューズとなっておりましてですね、税込みのセール価格が 17,699 ってなってるんですけど、多分ねこっから 50% オフだと思うんだよな。だって定価が 34,000 なわけないですから、 50% オフ後がこの 17,000 だとしたら定価がねそれぐらいになっちゃうわけですから、それはないので、多分こっからさらに 50% オフでだいたい 8,000 円ちょいで買えちゃう計算になっておりますけれども、これはね色合いがめちゃくちゃ淡い感じでね、この差し色の淡いブルーもいいですし、カラーリング的にも僕結構好きなですねコットンキャンディみたいなカラーリングでございましたんで、これが 8,000 円ぐらいでね、しかもエアマックス95で買えるってなると、これは結構おすすめかなと思ってますね。さあお次はですねこちらナイキ P6000 というモデルですね。こちら一応ウィメンズシューズなんですけれども、上の方の 29cm とかが残っておりましたんでランクインさせてもらってます。これもですね14,300 円からの半額となりますので 7,150 円と、これはお得なんじゃないかなと。こういうちょっとねこうメッシュのダサっぽいですねこのメッシュランニングシューズ結構今ブームでございますし、中でもこういう原色系の青とかよりですねこのランニング感が出てですね、で特にこのね原色系のこの青とか赤とかって意外とですね今の流れには取り入れやすいカラーリングでございますので、特にこの P6000 ってねちょうどねいい感じのフォルムしてるんですよね。やぼったさがちょうどいいというかね、そういった意味でもこうメッシュ系持ってなくてチャレンジしてみたいなって方は、まあこれが7000で買えるんだったらチャレンジとしては別に悪くない選択肢なのかなということでですねランクインさせてもらってます。さあそしてお次がこちらですね、ナイキ M2K テクノということで、もうこれもほんとだいぶ前に流行りましたね。5、6年前にですね、まあダットシューズブームということでですね、バレンシアガのトリプル S とかああいったですねダットシューズが流行った時にですね、まあこれほんと買えないぐらいですね人気だったモデルなんですけれども、非常にシックなカラーリングで、かつこれがですね半額ということで 15,400 円からの半額なので 7,700 円で買えるということでございますんで、まあかなりお得な範囲でございますし、今ねまたねこういったちょっとこうダッティーなモチッと系のフォルムってメッシュランニングと合わせて結構ね履いてる人も多いですし、やっぱこうブームの最中にね履いてるのってやっぱちょっとトレンディすぎちゃってうんって人もいるかと思いますけど、今あえてねこの一足履くっていうのは僕は選択肢とありなんじゃないかなというふうに思いますんで、ね、おすすめしていきたいと思います。そしてお次がこちらナイキエアフライトライトミッド、これね結構アメリカで見ててあんまり日本では見なかったんですけれども、最近入ってきたみたいですね。でこれがですね 13,099 円の半額なんで、だいたい6,500 円ぐらいで買えると、これはめちゃくちゃお得だと思いますね。で割とこうコート系でこうバッシュっぽいね雰囲気なんですけど、ちょっとレトロな類に入っていてなんですけど、まあ AJ1 とかダンクみたいにこうレトロすぎない感じ、ちょっとこう近未来な感じも取り入れてるバランスがめちゃくちゃいい感じのですね、シルエットになってる一足でございまして、本当ねアメリカとかだとこうちょっとオリンピックカラーが映ったりだとか、結構僕の中でも心揺れ動いたですねモデルなんですけれども、これがもう6,500 円ぐらいで買えるっていうのは、まあ非常にポイント高いのかなということでですね、おすすめさせていただきたいなということで、一応ねこのね他のカラーリングもあったりしたので、まあ気になる方はぜひ見てみてください。これも半額です。そしてお次こちらナイキエアマックスパルスというですね一足なんですけど、これ新しいエアマックスでございますね。あんまり話題にも上ってなくてちょっと悲しいエアマックスって感じなんですけれども、こちら一応ウィーメンズなんですが上のサイズありましたんでランクインさせていただいております。こちらですね税込みのセール価格 15,899 円となっておりますが、セール後はですね7,900 円ぐらいで買えるのかな、8,000 弱で買えるということで、色合いがこのねブルーでめちゃくちゃ淡くて綺麗だなというふうに思いましたし、最近なかなかね定価でこう新しいエアマックスに手出すっていうようなムーブメントないですけれども、まあちょっと試すとかにはいい機会だと思うんですよ。セールってなんか定価では買わなかったけれども、なこの価格だったら今まで持ってなかったし試してみたいなみたいな時にセールって一番ちょうどいいじゃないですか。まあ、なかなか自分が第一志望で欲しいものがセールに落ちてくるってないんで、どうせセールで買うんだったら、まあ、新しいもの、今までなかったものにお金を使うっていうのが僕はいいと思いますので、まあ、そういった意味でもこのナイキエアマックスパルスおすすめでございますね。さてここからはですね 40% オフゾーンということでお届けしていきたいんですけれども、まず1足目こちら、はい、ナイキエアマックス187のサファリというですね一足でございました。これねウィメンズシューズなんですけど、上の方のサイズがありましたのでランクインさせていただいております。こちら定価が 22,000 なんですけれども、こちらはですね 40% オフということで 13,200 円でございますね。これはねサファリなんですけれども、いわゆるあのオレンジのオリジナルのサファリみたいなこうガツガツ感がなくてさりげないサファリプラスですねちょっと差し色にね淡いブルー入ってるんですよ。これがですねめちゃくちゃ良くて、僕普通にインラインで出た時もうわかっこいいなと思ってた一足なんですけれども、
まさかの 40% オフということで、ヤマックスファンってね、結構ね、なんだかんだ言ってね、シルエット的には僕めちゃくちゃ好きなんですよ。90とかでもやっぱヤマックスファンが好きだなっていうところがあって、まあ太いパンツにも、ジョガースタイルのパンツにも、まあ何にでも合いますし、まあもはやね、ランニング感っていうのはないと思うので、この後に及んでね、この形においては本当オリジナルなスタンダードスニーカーということで、まあその中でも他のね、人との違いを出したかったりだとか、ちょっといきなり一足欲しいなと思う方には、俺このね、ヤマックスファンは本当おすすめでございますんで、ぜひ検討してみてください。さあ、そしてお次2足目がこちら、はい、メンズシューズジョーダンデルタ 2× クロットということで、まあこれクロットとのコラボレーションのジョーダンデルタ2なんですけれども、これがですね、まあ普通にサイズもあったって感じ、プラスですよ、価格がですね 16,399 円からの 40% オフなんで、1万円弱か1万円ちょいぐらいで買えちゃうんですよ、これ。でジョーダンデルタってなかなかこうピックアップされるようなですね、スニーカーではないんですけれども、こういうちょっと未知なモデルかつこのクロットとのコラボレーションっていうところで1万円使うのはですね、チャレンジとしては僕めちゃくちゃありだと思います。なかなかね、こういうものってこう定価で買うってなるとちょっと優先順位落ちてきちゃうんですけれども、まあこういうブラックフライデーのチャンスでございますし、今回これをラインナップしたのはこの未知数さ、このモデルもちょっとよくわかんないし、プラスこのクロットのミステリアスな世界観とか、まあこういったものはちょっと買ってみて驚きがあったりだとか、まあこの新しい発見という意味ではめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ何より値段安いしね、1万円で買えちゃうってところ、まあそういった意味でもこの1足おすすめじゃないかなというふうに思いますね。で 40% セットはね、この2足だけですね。 40% オフはね、あんまりおすすめの、僕はスニーカーがあんま見つからなくて、まあこれは人によると思うんで、まあ皆さん一通りで見た方がいいかなというふうに思うんですけれども、朝岡的な 40% オフはこの2足ぐらいかなってとこでしたね。さあ、ここからは 30% オフゾーンということで、実はね、この 30% オフがですね、一番多かったわ、おすすめが。なのでぜひ、多分ね、スニーカーのラインとしてはこの 30% オフゾーンが一番ホットなスポットなんじゃないかなというふうに思いますので、まあぜひ皆さん参考にしていただければなと思います。まず1足目、こちらのですね、ウィメンズシューズなんですけども、エアージョーダン1エレベートハイということで、これね、めちゃくちゃ分厚い厚底のですね、エアージョーダン1ですね。で、これウィメンズモデルなんですけど、でかいサイズがありますのでランクインしてるんですけど、この色合いがさ、淡いこのパープル、これめちゃめちゃ綺麗でしょ。でね、クッショニングがね、やっぱ厚底ってことで、ジョーダン1よりめちゃくちゃあるらしいので、履きやすさという意味でも、エアージョーダン1超えでございますんで。まあ、持ってなくて、まあ、30% オフなんで、正直言うと1万4000円ぐらいでしょ。まあ、ちょっと踏ん切りつくかっていうと、まあ、悩むところではあると思うんですけれども、まあ、挑戦してみたい方にとっては非常におすすめかな。で、特にこの、ウィメンズの方、女性の方に関しては、おすすめできる一足なのかなと思いますね。そしてお次はこちら、エアフォース107フレッシュということで、これね、普通の白フォースだと思うじゃないですか。これね、実は履き口周りだったりとか、あとはですね、後ろのヒールタブ、ここがですね、ちょっとね、特殊な作りになっておりまして、後ろのヒールタブとかは普通は刺繍なんですけども、エンボス加工になってるんですよね。で、履き口周りも確かレザーだった気がして、結構作り的にですね、面白いエアフォース1になっていて、インソールとかもね、普通のと違うんですよ。なんで、まあ普通の白フォースとは違う何か求めているものがある方、ちょっと普通の白フォースではないよねっていうね、質感的にもね、ちょっとね、光沢っていうかエナメルっぽさがあるんですよ。エナメルではないんですけど、まあそういった意味でもちょっと高級なですね、見た目をしている白フォースということで、このフレッシュ非常に僕はおすすめかなというふうに思うんですけれども、まあ価格がね、これ 30% オフしたとしても1万3000とか4000ぐらいなんで、うん、まあちょっとここはどうしようかなっていう方は多いと思います。定価がやっぱ高いね。うん、なんですけど、まあせっかくなんでチャレンジしたい方はすごくおすすめな白フォースになってますね。さあ、お次こちらまたエアフォースさんでございますけれども、07ラックスということで、これはですね、ヒップホップ50周年を記念したですね、マイクキーホルダー付きのですね、エアフォースさんでございますね。これはですね、やっぱ音楽好きな方にとってはマストな一足なんじゃないかなということで、やっぱり僕もね、音楽をやってる身としておすすめしたい一足ですね。価格がですね、 13,099円の、30% 引きなので、まあ1万円弱で買えちゃうよというところが、まあ非常に手は出しやすい価格帯なのかなっていうのと、やっぱりカルチャーに根出した一足ということで、まあ、エアフォース1とヒップホップってもうほんと切っても切り離せないぐらいですね、もう濃密な関係値があるカルチャー同士ですし、今年はね、ヒップホップ生誕50周年ということもあってですね、非常にメモリアルな年なのにセールになっちゃってるってちょっと悲しい現実なんでございますけれども、まあ今年買うメモリアルな一足としては非常にいいと思いますし、後々振り返った後にこういったですね、記念モデルって結構重宝される場合が多いので、まあこの価格で買えるんだったら僕は今買っといた方がいいかなと思えるですね、エアフォース1でございますね。さあ、そしてお次、これがあることにびっくりしたんですけれども、このダンクハイのこの UNC カラーの一足ね、これあるんだと思って、サイズないだろうと思ったら普通に僕のサイズ
数あるっていうね。プラスでこれ 30% オフなんで、まあこれもまた1万円近辺で買えちゃうというようなですね、一足なんですけど、まあこれは説明不要のちょっと濃いめなんですけどね、オリジナルと比べると若干濃いめの UNC カラーなんですけれども、まあダンクでこの色だったらもうマストだよねっていうような感じのですね、一足になってますね。これはもう大ありですね。プラスしてね、このね横のパンダカラーもですねセールになってたんで、まあこちらダンクの、はい、2足合わせてかなりおすすめなラインナップになってますね。さあそしてお次がこちら AJKO1 ローということで、アジコさんでございます。僕めちゃくちゃ好きなモデルなんですけれども、エアジョーダン1の廉価版ということでですね、キャンバス素材が使われたスニーカーということで、価格帯もですね非常に良心的に 14,300円となってるんですけども、ここから 30% 引きなので、これもまた1万円近辺で買えちゃうよというモデルなんですけど、まあこれ非常にですね、あの形としてもいいですし、まあミッドソールもクリームカラーでちょっとヴィンテージ感もありつつ、このロイヤルカラーってね本当定番のカラーですし、まあ、デニムとの相性だったりだとか、この秋冬のですね足元をこう稲たく飾るにはもうめちゃくちゃいいですね、一足でございますので、まあ価格もね良心的なのでね、ここら辺はおすすめしておきたい一足かなって感じですね。さあそしてお次こちらちょっと珍しいんですけど、ナイキのダンクミッド、うん、これねミッドあんまりね買ってる方多くないと思いまして、僕も一足も持ってないんですけれども、これねダンクミッドちょっとね素材はですね、キャンバス素材がこのクォーターとか、トーボックスは使われているんですけれども、その他レザーということで、ちょっとね高級感というか普通のダンクミッドよりかはあのナチュラルな感じで使いやすいかなという風に思いますし、ガムソールってこともあって、まあちょっとこうスケーター感もありつつ、ちょっと綺麗めにおしゃれにかっこよく決めたい方にとってはですね、かなり重宝するダンクかなという風に思いますね。ミッドなんで特にこうジョガサイで裾絞ってるようなですねパンツ履いた時に、お何そのダンクっていうようなですね、ちょっと目を引くような仕様でございますんで、価格もねこれ 30% オフするとまあだいたい1万円弱ぐらいで買える価格になっておりますので、これはですねカラー的にもまあシルエット的にも非常におすすめできる一足ですね。そしてこちらナイキターミネーター、はい、このですねセントジョーンズカラーがなんと 30% 引きということで、これも1万円ちょいぐらいで買えるのかな。いやこれはいいでしょう、これはもう完全にありだと思いますね。もうほぼほぼコムデギャルソンとのコラボレーションのカラーリングにも似ておりますし、なんといってもですね、まあ、セントジョーンズカラーということで、まあ持っといて損はないですし、本当こういう原色系ってね今ねこうちょっとレトロなテイストを取り入れてるブランド多いじゃないですか。ちょっと昔のラルフローレンとかそういったような雰囲気、原色バキバキも黄色とか青とかね、まあ、そういったものとの相性ってめちゃくちゃいいので、まあこれからのシーンの流れを見ていくと、まあ特にこの原色感あるレトロバッシュっていうのは非常に重宝するのかなというふうに思いますんで、おすすめですね。さあお次はこちらナイキエアアジャストフォース2023ということで、これねあのアンブッシュのコラボレーションで非常に有名になったエアアジャストフォースでございますけれども、こちらのインラインでウィメンズシューズになっているんですけれども、メンズサイズの展開がありましたのでランクインしております。この近未来感もアンブッシュコラボと言われてもおかしくないぐらいですね、かなりアンブッシュ系によった近未来のですねデザインになってるんですけど、このクリアソールだったりだとか、まあ見た目が非常にこうまあエアマグとかああいったちょっとこう未来的なですねスニーカーに近いものなんで、このシルエットとねカラリがもうドンズバで合ってるという意味でも非常におすすめですし、まあ価格に関してはちょっとね14,000-15,000円ぐらいはしちゃうんで、まあすげえおすすめできるかっていうとね、お得感があんまりあるって感じじゃないんですけれども、まあチャレンジという意味では非常にありなんじゃないかなと思う一足ですね。さあそしてお次こちらはですね、俺結構おすすめしたいんですけれども、ナイキエアアルファフォース88ということでですね、これねなんかちょっとこうアルファフォースのこのなんていうんですか、このごちゃっと感、あのレガシーとかね、ジョーダンレガシーとかもちょっとね1,2,3を掛け合わせましたみたいなですねモデルありましたけれども、これはですねアルファフォースということで、そういうこう無理やりガチャっとしたって感じじゃなくてですね、本当当時のその最先端を詰め込んだみたいな、この塔のねベルクロ含めてですね、まあ非常にですね僕は好きなシルエットでございまして、確かねこれ単にね大きいバスケットボールのですねロゴが入ってたりだとか、まあデザイン的にも非常に昔っぽい、こう90年代80年代っぽいようなですね懐かしさもありつつですね、カラーリングがこのセールカラーってことで合わせやすさ抜群ですし、価格もですね 15,000円からの 30% オフなので、まあ1万円ぐらいで買えるということもあって、まあこういうちょっとハイテク系ってねなかなか今、高騰してる中でも買いやすい値段かなというふうに思いますし、もうこのシルエットとカラーリングが本当ドンズバで僕好きなモデルだったんで、これはおすすめしておきたいなと思いますね。そしてお次はまたエアフォースワンということで、こちら
らはですね、ブロンクスのエアフォースワンですね。それにブロンクスというですね、ロゴが入っているんですけども、これもまたちょっとヒップホップネタっぽいようなところなんですけれども、まあこのね、ヒップホップが生誕した地というのが、ニューヨークにあるこのブロンクス地区というところなんでございますけれども、このね、スッシュの素材がですね、ちょっとレコード版っぽいようなですね、こう、凹凸が入ったようなですね、スタイルになっていて、ヒップホップとか、銘打ってるわけではないんですけれども、かなりこう、ヒップホップとのつながりを強く感じさせるですね、モデルということで、まあかなりですね、カルチャー的にも面白い一足なんですけれども、これが1万3000円からの 30% 引きなんで、まあ9000円ぐらいで買えちゃう。これは非常にさっきのね、ヒップホップ50周年のエアフォースさんと合わせておすすめしたいですね。まあさりげなさで言ったらこのブロンクスフォースワンの方かな、このサイドのスッシュがですね、レコード版っぽいってところも非常にですね、面白いギミックですし、このサイドテーマ的にヒップホップがあるっていうのは僕はすごくいいんじゃないかなというふうに思いますんで、こちらをおすすめさせていただきたいと思います。さあ、そしてこちらのエアジョーダン2レトロ、こちらの白灰のですね、AJ2 でございますね。こちらはですね、ハイカットのシリーズなんでございますけれども、こちらがですね、1万9000円からの 30% オフなんで、まあ大体1万4、5000円というところなんですけど、まあ価格的にすごい安いかっていうと、まあ微妙なんですけど、でも正直言うと今 AJ2 とかって定価で買うと2万4000円くらいするじゃないですか。そこから考えると1万円くらい安いっていうところは、まあ一つポイントとしておすすめしたいなっていうところですし、この白灰もこれはですね、まあ僕エアシップとか、それこそエアジョーダン1のニュートラルグレーとか持ってますけど、同じ類でもめちゃくちゃ使いやすいんですよ。もうこれはですね、モデルとかを問わずですね、非常に使いやすいからで、まあどんなシーンでも合うっていう万能性を考えると、まあ1万5000円というコスパはめちゃくちゃいいんじゃないかなというところでおすすめしたいです。これはめちゃくちゃかっこいい。なんなら僕もちょっと欲しいかなと思ってますね。さあ、そしてお次、またターミネーター来ましたけれども、こちらのですね、まあロイヤルカラー、ケンタッキーカラーですね。これもさっきのね、セントジョーンズの赤色と合わせておすすめしたいんですが、まあちょっとだけね、セントジョーンズよりかは価格が高くなっております。1万2、3000円ぐらいで、買える感じなんでございますけど、まあ心もね、もう本当にもう定番ですよ。もうこれはもうマストでしょっていうようなですね、一足でございますね。これがまあセールになってるってこと自体がすごいなっていう。まあこれが3年前とかだったらもう考えられるような現象だと思うんですけれども、まあ出るタイミングとね、需要と供給によってこういうことになるんだなっていう、まあこの時代の流れを見れてるってのも非常に僕は面白いなと思ってるんですけれども、これめちゃくちゃおすすめですね。さあ、そしてこちら、アジコのですね、ハイカットですね。こちらのですね、この淡いブルーのですね、一足。これめっちゃ綺麗でしょ。これ 30% オフなんで、1万3、4000円くらいかな。はい。で、買えちゃうということなんですけど、まあこれはですね、非常にカラーリングが僕推しってところでおすすめさせていただいております。まあ一つ難点としてはキャンバス素材なんで、汚れがね、ついちゃうとちょっと落とすのめんどくさいんですよ。そういう意味でも、まあ防水スプレーだったりだとか、まあそういう撥水コーティング的なことはした方がいいかなって一足なんですけれども、もう一足の美しさとしてはもうめちゃくちゃ押せる一足でございますし、このヒールカウンターがない、このかかとにパーツがないことによって白の面積がね、多いってところもこのアジコのおすすめ部分なので、まあ、そういった意味でもこうちょっと稲ためにね、だけどちょっとクールな感じで決めたいなっていう方、あとはあんまり人と被りたくないって人はですね、アジコを履いてると、あ、AJ1 じゃないね、それっていう感じになりますんで、おすすめでございます。さあ、そして、30% オフ、最後はこちらのヨーダダンクでございますね。まあ、ジェダイダンクとも呼んでいるんですけれども、別にね、名前にそのジェダイが入ってるわけではないんですが、もう完全にこれはジェダイ意識したでしょみたいなですね、一足でございまして、こちら12,199円が 30% オフなので、8000円ちょい、9000弱ぐらいで買えちゃうのかな、一足になっております。これもうしぶとくずっと持っておりますけれども、これだってリリースしたのいつだったっけね、結構前だと思いますけれども、まあ、このちょっとこう和っぽい雰囲気とか、これ非常にね、ダンクとしては面白いですし、後々振り返ると、めっちゃ面白かった一足だよねってなるようなパターンの、ダンクじゃないかなというふうに思いますし、まあ、何よりスターウォーズ好きの方だったりだとか、まあそういった方々にとっては非常におすすめな一足かなということでですね、ランクインさせていただいております。さあ、そしてここからは 20% オフゾーンなんですけれども、なんと 20% オフゾーンのスニーカー、めちゃめちゃ少ないです。全部で7足ぐらいしかなかったのかな？こんなちょっとしかないのっていうことで、まあ、ホットスポットは 30% オフゾーンなのかなと、今回のセールでは思ってるんですけれども、その中でも、一足おすすめしたいのが、こちら、ナイキターミネーターローのミシガンでございますね。こちらが 20% オフということなので、1万円ちょいで買える計算なんでございますけれども、まあ、これはですね、僕は普通に定価で買いに行ったわけなんでございますけれども、まあ、このね、ターミネーターローというモデルはですね、もうめちゃくちゃいいから。もう僕、これレビューとかでも散々言い倒してますけれども、もうシルエットとか決まり方、これがですね、いわゆるナイキで発売されてるレトロバッシュシリーズの中の僕はね、ピカイチだと思ってるんですよ。それは実用的に履きやすいとかね、このハイじゃないから上まで紐締めなくてさって履けるってところもありますし、その上でですね、ほんとシルエットが完璧にかっこいいので、ミシガンカラーでね、ダンクとか持ってないっていうか、ダンクへの憧れミシガンカラー多いと思うんですけれども、そんな方にはもうこのターミネーター絶対持っといてほしいな
という思いでですね、ランクインさせていただきました。で、ちょっと最後番外編ということで、アクセサリー類でですね、これいいんじゃないと思ったのがですね、このね、シューズボックスバッグ12リットルってやつがあるんですけれども、これが 40% オフなんですよ。なんで3000円ぐらいで買えちゃうんですけれども、もともと5000円のものなんですが、これで、スニーカーとか旅行とかでね、一足持ってきたいなっていう方にとっては非常にいいですし、何よりこのナイキのオレンジ箱風のですね、クッショニング材が入ったバッグになってまして、まあ僕撮影とかでね、スニーカー持っていくことが多いんで、こういうの使いたいなと思うシーンあるんですけれども、結構ね、活躍するシーン多いんじゃないかなと思いますんで、まあ3000円ちょいで買えるんだったらおすすめかなということで、番外編はこのシューズボックスバッグね、こちらをおすすめさせていただきたいと思います。ということで、今回のナイキのブラックフライデーセールおすすめ価格別スニーカー紹介ということでお届けしましたけれども、今回ほとんどね、30% オフに集中してるような気がします。で、ナイキの思惑的には一足あたりの単価1万円は欲しいよねって形で、もうとにかく多分ね、売りさばきまくって、もうほんとブラックフライデーの名にふさわしいぐらいですね、売り上げ叩いて。でね、ナイキのね、決算の発表の次回がですね、12月の中旬なんですよ。まあ、それに向けてのですね、もうバーンと売り上げを当てたいっていうところあると思うんですけれども、もう本当何が何でももう年内中にこの在庫を履き切るぞという覚悟が見えるですね、セールかなというふうに思いますんで、まあスニーカー単体で見ると本当 30%のところが一番ホットなポイントなのかなっていうふうに思いますし、まあ、40-50% オフのものに関しても定価が高いモデルが多かったりするので、結局は1万円ぐらいは使おうかなというような感じですね。5000円とか3000円で一足が手に入るっていうようなセールではないので、まあ、本当にね、欲しいモデルがある方とか、実際こうインラインでこれ買おうかなと思ってたけど、優先度的にちょっと、下の方で待機してましたってモデルとかね、そういうのがある方に関してはですね、非常にお勧めできるセールなのかなというふうに思いますので、まあ、僕がね、お勧めしたスニーカーも含めてですね、いよいよ明日の9時から始まりますんで、まあ、今日中にですね、まあ、この動画を見終わったら自分なりにチェックしてお気に入りとかにね入れとくとスムーズにいけるかなというふうに思いますし、多分明日9時から始まったら人気のスニーカーバンバンなくなっていっちゃうと思いますんで、まあ、お早めにねチェックしておくのが吉かなというふうに思いますんで、ぜひ皆さん楽しんでてください。それでは最後宣伝でございますけれども、僕のブランドサンプルズのですね新作、こちらのですねサーマルのハーフジップですね、こちらがですね今週の水曜日より抽選販売開始でございます。もうこれはですね動画内でも結構着ていたんですけれども、かなりお問い合わせも多く、何より僕がめちゃめちゃ着てます。これね今ねちょうどあったかくてですね、着心地も最高なんですよね。柔らかくてちょっとね気軽に着れるセーターみたいな感じなんですけれども、本当ね今からの季節もうドンピシャなですねアイテムでございますんで、このねサーマルのハーフジップとか出すの初めてでございますけれども、気になる方はぜひチェックしていただきつつですね、詳しくは概要欄に書いてありますんで、そちらの方をご覧ください。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方はぜひ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いします。 See you next movie。 じゃあねー。